京春泉は大韓民国ソウル特別市中ロークの防有駅と関温度春泉市の春泉駅を結ぶ韓国鉄道公社の鉄道路線である。ラインカラーは青緑色。日本統治下の1939年7月20日に上東春泉間の 93.5km が京春鉄道株式会社の路線として開業した。 アメリカ軍世紀の1946年5月17日に国有化された。沿線はソウルに近い観光スポットとして人気があり、週末やシーズン中は観光客で混雑する。1999年により伏線電化工事が行われてきたが、予算不足のため竣工はたびたび延期されてきた。電鉄化は2010年12月21日に完了し、 同日付で全線が首都圏電鉄へ組み入れられて、電車による運行が開始された。電鉄化に伴い、大半の区間は高架化や直線化が行われ、特にソウル特別市内では大きくルートを変更し、起点が上北駅から中央線の防有駅に変更された。直線化やルート変更などにより、総距離は大幅に短縮されており、また一部区間では、 ITX 青春の時速 180km 運転に対応している。電鉄化に先立ち、2010年10月21日には、体験院上泉間において、新ルートへの切り替えが行われ、無群派号も新ルート経由での運転に変更となり、同列車が廃止される2010年12月20日まで続いた。2010年12月21日の電鉄化により、 全列車が中央線に乗り入れ、上、大鳥駅春泉駅間の全線において、8両編成の電車による一般列車と急行列車の運行が開始された。ITX 青春を除き、ワンマン運転が実施されている。京春泉では、都市間巡航速列車の ITX 青春と、一般列車並びに急行列車が運転されている。 ITX 青春 ITX 青春は、京元本線の達山駅から京春線の春線駅との間で運行されている、韓国初の都市間巡航速列車である。同区間の一部の駅にのみ停車する。2012年2月28日のダイヤ改正によって、運転が開始された。ITX 青春には36万8000、京電車が用いられる。 全区間が首都圏電鉄の運行区間に含まれるが、首都圏電鉄とは異なる運賃体系が適用されている。一般列車電鉄化された2010年12月21日に運転を開始した。京春線内のすべての駅に停車する。全区間の所要時間は、おおむね79分である。2013年11月4日より一部列車が、防有線を経由して、 光雲台駅までの運行を開始した。なお、首都圏電鉄の運賃計算上は、上、大鳥駅光雲台駅間は経路に含まれず、それ以外の路線を使用した最短経路で計算される。2016年9月26日より、一部列車において、京儀、中央線西両里駅までの直通運転を開始した。 急行列車電鉄化された2010年12月21日に運転を開始した。運転開始当初の停車駅は、上大鳥駅、大慶院駅、坪内吉三つぼ駅、すりし駅、清平駅、貨平駅,駅、江村駅、南春泉駅、春泉駅で2011年6月20日には思え、両駅が停車駅に追加された。日中は、毎時一本運転。 全区間の所要時間は、おおむね63分であり、平日朝に運転される一部の上り列車では、スリーシ駅、貨幣駅で、緩急接続を行っていた。2012年2月28日のダイヤ改正で、ITX 青春が運転を開始したことに、伴い、2月27日の運転を最後に廃止された。2017年1月31日より、平日に限り、 ITX 青春の一部列車を廃止し、その代替として、急行列車の運行を復活。運行は、平日上り2本、下り3本である。無群波号単線、非電化時代に1時間あたり1から2本運行されて、いたが、電鉄化により廃止された。すべて機関車牽引の客車による運行だったが、一時期は5両、または4両編成のディーゼルカーによる運行や、 セマウル号客車を使用した全特質列車も運行していた。清涼里駅上北駅から新高徳駅ファランド駅体系院駅。ありがとうございます。